お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。さあ、明日から弥彦競輪の方がね、始まっていきます。展開予想していきたいんですけれど、面白そうなので、ね、7レース、そして11、12レースとね、展開予想していきたいと思います。まずは弥彦競輪、400メートルバンク、直線が 63.1 メートルとめちゃめちゃ長いです。1着の決まり手、逃げ16、まくり26、差し57と、圧倒的ね、差し合い有利なバンクなんですけれど、ちょっとおぎやかしてからはね、多少データは変わってるのかなという気がします。2着、逃げ14、まくり13、差し34、マーク39と、1外もしっかりと入りますのでね、初日から後輩と狙っていきたいと思います。それでは7レースメンバーを見ていきましょう。1番小林、2番吉田、3番西田、4番宮下、5番今岡、6番田中、7番松田、8番布井、9番鈴木となっております。ラインを確認していきましょう。5、3、6、5番の今岡に3番の西田、6番の田中が回ります。2、7、8、2番の吉田に7番の松田、8番の布井、4、9、1、4番の宮下に9番の鈴木、1番の小林ということでね、3対3対3、ライン3分線ですね。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。5番の今岡、バック6回、ホーム6回、逃げの決まり手が1、まくりがち、差しが0、マークが0と、少しね、調子を書いてますけれども、ここ、中段からのね、まくり一発狙っていくのかどうかと、ペース次第ではかましていきます。2番の吉田、バック8回、ホーム8回、逃げの決まり手が3、まくりが3、差しが4、マークが1と、こちらもちょっと調子落ちというところはありますけれどね、中段からのね、まくり一撃がね、強烈ですよね。そして4番の宮下、バック21回、ホーム21回、逃げの決まり手が8、まくりが1、差しが1、マークが0と、先行1本ということですよね。もうここは戦1に対してまくりが2ということなので、主導権も取りやすいかと。スタートはね、2番か5番どちらかが取ると思うんですけれど、どちらかというと5番の今岡の方が前受けしていきたいのかなということがありますので、536が前、278が中段、491はしっかりと後方からかける展開ですよね。赤番からアバックにかけて491、しっかりと主導権を取りに行く、278が中段、536が後方からまくる展開と考えましたので、まあこうなればね、4番の番手を回る9番の鈴木絶好ということで、若干ね、こちらもピーク、から考えるとちょっとね物足らない内容なのかなということはありますけれど、まあ4番のね宮下をねこう手に入れたということがありますので、あとはさばいて最悪はね縦足発揮ということで、9番の鈴木を本線としていきたいと思います。抑えの方なんですけれどね、ここは中段を取って、そこからまくり一発仕掛けてくる2番の吉田、ここから行きたいと、まあどちらかというとこのレースは9番の鈴木でいけんじゃないかということで、本線ガチガチ、ちょっと9番から球かけるというねレースになってくるのかなと思います。まずは本命、9番の鈴木から4番1番、ここはねラインですので強制的につけて、2番の吉田、5番の今岡、自力型が2着に突っ込んでくると、9から4125、こちらが本線です。そして押さえは2番の吉田のまくり一発決まったとき、7番の松田、ここはねラインですのでね、もう特注ですよね。そして4番の宮下が粘りに粘っている、5番の今岡との力の両立、3番の西田、コース踏みつけて突っ込んでくれるかということで、2から7453、こちらの方でね弥彦7レースは狙っていきたいと思います。続きましては11レースメンバーを見ていきましょう。1番元砂、2番香川、3番宿口、4番大、5番友貞、6番鈴木、7番西岡、8番小川、9番島川となっております。ラインを確認していきましょう。1、7、8、1番の元砂に7番の西岡、8番の小川が回ります。9、2、5、9番の島川に2番の香川、5番の友貞が固めます。6、3、4、6番の鈴木に3番の宿口、4番の大ということで、3対3対3、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の元砂、バック2回、ホーム2回、逃げの決まり手が0、まくりが1、差しが5、マークが1と、もう差しまくりの選手に、ね、なってしまいましたよね。ここかましがないとね、自在型ってあまり怖くないんですね。前いても逃げないということなので、後ろの選手がね仕掛け遅くなってくるということがありますので、まあ、確実にもうマーク型にね移るんだったらこのままでいいと思うんですけれど、まだ30歳大ギアかということで自力をね捨てるわけにはいかないということであれば、まあ、5、6本はねバック引っ下げてかましもね打てるような状態にしておかないとダメじゃないかなと思います。
ここは中段取りからのね、まくり一撃でしょうね。9番の島川、バック10回、ホーム9回。逃げの決まり手が1、まくりが8、差しか3、マークが0と。こちらはまくり先行タイプですよね。調子のいい時の粘り腰っていうのがね、ちょっと見受けられませんけれども、その分スピード、ダッシュ力というのはね、非凡なものがあります。ここは本戦ライン形成かと。まくり一撃狙います。6番の鈴木、バック10回、ホーム10回、逃げの決まり手が5、それ以外はついておりませんということでね、ここは逃げて見せ場を作れるのかどうかということで、しっかりとね、主導権取りに動いていただきたいと。スタートは1番の元砂がね、まくりで前々勝負ということで、1、7、8がまずはスタートを取ると。2番の香川がいますので、9、2、5が中段。これ1番と9番ちょっと入れ替わってるかもわからないですけどね。そして6、3、4が後方から仕掛ける展開と。赤番で、まずはね、925がね、インを切りに行きます。中段取りです。6番来るの分かってるんでね。そして634が切り替えて178と。ジャンの合図とともに634発進、925が中段、178が後方からまくる展開と考えましたので、まあこうなればね、9番の島川でいけんじゃないかということがありますので、ここは9番の島川からね、本戦として狙っていきたいと思います。そして穴を開ければこの男ということでね、6番の鈴木がね、引っ張りに引っ張ったとき、3番の宿口がさばいて抜け出すということでね、ここから入れば、なかなかの高配当じゃないかなと思います。まずは9番の島川から、2番の香川ラインですので特注、3番の宿口、1番の元砂とつけて、9から2、3、1折り返し戦、この3連単のところが勝負車券です。そして9からの抜け、7番の西岡と。あとはね、3番の宿口から、こちら軽く後輩と狙い。6番の鈴木、4番のね、台とラインの前後をつけて、そこに襲いかかってくる9番の島川、1番の元砂ということで、3から6、4、9、1、こちらでね、ヤヒコ11レースは狙っていきたいと思います。それでは最終12レース S 級特選メンバーを見ていきたいと思います。1番成田、2番新井、3番諸橋、4番三谷、5番平原、6番菊池、7番東口、8番小松崎、9番吉田となっております。ラインを確認していきましょう。8番1番、8番の小松崎に1番の成田、6、9、5、3、6番の菊池に9番の吉田、5番の平原、3番の諸橋が固めます。強烈すぎます。2番の新井短期、4番7番、4番の三谷に7番の東口ということで、2対4対1対2ということで、ここは細切れ戦。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。8番の小松崎、バック10回、ホーム10回、逃げの決まり手が5、まくりが3、差しか3、マークが1と。オールラウンドプレイヤーです。ここはどうするんでしょうね。中段取りからのまくりを狙うのか、それともね、必殺のかましを繰り出していくのかと。6番の菊池、バック17回、ホーム16回、逃げの決まり手が15、まくりが1、差しか0、マークが0と。本格的にね、能力が開花してきたのかなということで、117期22歳と、ケリン学校をね、早期に卒業して、S 級の方まで駆け上がってきたんですけれど、少しね、鳴かず飛ばずのところがあったんですけれど、最近はね、力を発揮できるようになってきたのかなということで、さすがにポテンシャルは高いと、初日特選の、メンバーで、ラインがね、4社になっているということで、まあ何が何でも風を切ると。2番の新井、バック1回、ホーム1回、逃げの決まり手が1、マークが0、差しか13、マークが0と、もうここはね、先手ライン6、9、5、3だということをね、決めて、この後ろをしっかりと追走していきながらね、直線コースが開くのかどうかというところをね、見ていきたいんじゃないかなと。そして4番の三谷、バック4回、ホーム2回、逃げの決まり手が1、まくりが11、差しが1、マークが2と、こちらもね、まくりが2に決まっているということになってきております。まあ、スピード的には相変わらずなんですけれどもね、ロングスパートをかけた時のまくり、ね、まっこいね、2段まくりということで、一旦ね、こうグッと踏み出して、外並走で我慢しながらもう一度2の足を使ってまくっていく、まあ、あのね、ねばっこい足にはね、もう感服します。おそらく、まくりの中であの外並走でガーッと食らいついていてもう一度伸びてくるっていうのはね、この競輪界といえども4番の三谷随一じゃないかなと思います。ただ若干ねスピード足らないかなというところはありますけれども、さあスタートなんですけどね、これ誰が取るんだということで、まあ、1番の成田が7回持っていると、まあ、ここは前々勝負していくのかということで、8番1番が前、もしくは6、9、5、3、ここがね、もう誰も出なかったら、ね、スタート取るでしょうね。どちらかです。そして2番はね、6、9、5、3のね、後ろが欲しいということでね、ここきっちり張り付くんじゃないかと。4番、7番は、ね、自力ですのでね、まずは外から、ね、後方からの仕掛けと。
赤番で4番7番が陰を切りに行きます。これ中段取りですよね。6953切り替えて2番ね、ここ4番7番にはついていきません。6953の後ろ8番1番が、ね、外ね最後まで引き切ると、ジャンの合図とともに6953先制。ここにねしっかりとね2番の新井が追走してくる。もうここがポイントじゃないかなと思います。4番7番がいて8番1番ということになりました。で、この、特選ですとね、うん、この、6番の菊池、まあ、さすがにライン4車なんでね、早めに行かないといけないんじゃないかということで、意外と9番の吉田がね、番手まくり行ったら、まあ、5番の平原がね、最終4コーナー回ってきた時に、まあ、番手になってるんじゃないかと、初めは3番手なんですけれど、まあ、直前入ってきたらね、平原が番手になってるんじゃないかということがありますので、ここはね、5番の平原から狙っていきたいと思います。もうここでいけるでしょうということで、ということで、5番の平原から、9番の吉田、粘りに粘れるか。3番の諸橋コース見つけてねがっつり突っ込んでくると。2番の新井の場合は ね逃げ切りもあるということなんで外を踏めるんですよね。おそらく諸橋が内締めてますんで、内にねコース取りしても、行くコースがないということなので、3半まくり追い込みのような形でね中盤こう駆け抜けてくるんじゃないかと、直線ね結構長いんで十分届くのかなということで5から9、3にこちらの方で勝負です。そして5からの抜け、4番の三谷のね、必殺のゾンビまくり、そして1番の成田、調子いいんで、まあ、3着までしか届かない可能性もありますけどね、まあ、直線が長いだけにね、まあ、ひょっとしたら突っ込んでこれるということで、5から4、1と。まあ、ここはね、うん、ちょっと一つのね、ポイントということで、6番の菊池がね、しっかりと抑えてね、ゆっくりとかけれるんだったら、9番の吉田拓也からなんですけれども、まだ吉田ね、そこまで番手うまくないんですよね。そうなってきた時に、振ったりとかした時にね、ちょっと大きく振りすぎていて、まあなかなかね、差し足をね、発揮できないとかっていうね、場面もあります。そこね、それに変わりまして、まあ平原はね、もう散々、バカず踏んでますんで、まあ、落ち着いて、しっかりと直線ね、突っ込んできてくれるだろうということで、5番のね、平原信頼と。さあ、ヤヒコ競輪はね、ここ直線が長いんで、初日からね、後輩と出ると思いますので、しっかりと後輩と狙っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。